プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本誠とデンでお送りいたします。はい、今回もですね、出会いは映画出会いは奇跡にご出演いただきました素敵なゲストをお呼びしています。はい、今回のゲストは、うん、出会いは奇跡の中で、はい、本人根本役の、うん、私と出会って、人生が変わっていくんですけど、その私と根本誠をつなげた、うん、本当素敵でですね、美人でですね、スピリチュアル大好きで、本当不思議な方がね、いたんです。大井さんという方なんですけど、その役をしていただいた北美智子さんです。北です、お願いします。よろしくお願いします。まず最初にちょっとだけ軽く自己紹介をお願いいたします。はい、北美智子と申します。今は、ちょっと一昨年ぐらいからちょっと俳優っていうことをやり始めまして、ちょっとチャンスを伺いながらいろんな、媒体に出させてもらっています。はい、ありがとうございます。ご出身はどちらですか？出身は埼玉です。埼玉ですね。で、今いらっしゃるのが、東京でしたね。東京でした。今回出会いは奇跡、もう3、4ヶ月前だったと思うんですけど、オーディションね、来ていただいて本当ありがとうございました。ありがとうございます。もう真っ先に、私たちは全部ほら、実際に起きた言葉なんで、創作ではなくて。真っ先に北さんの、お顔出しというか、パッと見た瞬間に、大井さん、北さんしかいないなと、思いましたね。で、それを思って根本誠に報告して、来たよと。来ましたよって言って、来たので、ちょっとお声掛けさせていただいたんですけど、実際、北さん、最初、このオーディションのサイトをご覧になっていただいて、オーディション、その連絡いただいたんですけど、最初、なんかどういう感じのイメージしました？ご覧になっていただいて。でも、実際、だから、ある話なんですよね、ノンフィクションだから。そうです。その時はちょっとキャスティングは分かんなかったですけど、いずれにしろそのノンフィクションっていうことだから、なんかそれをこうなんか、崩しちゃいけないっていうか、そこら辺で、ね、もしなんかこう事実をあんまりこう、なんか経験がちょっとあんまり なかったけど、事実はあんまり、なんか変な風にしないようにはしなきゃいけないかなっていうのをちょっと漠然となんですけど、思っていたかなっていう、何人かとかの方もちょっと同じことをおっしゃってましたね。ちょっとなんか恐る恐るみたいな感じで、ちゃんと再現できるかなみたいな感じ。だから全然ね、100点満点のうちね、本当100点以上だったような感じがしますよ。皆さんも良かったんですけど、根本誠さんどうでした？大井さんの感じは。雰囲気がすごくやっぱり実際の大井さんに似てて、本当北さんしか見えないのがあって、セリフ合わせをね、聞いた時にも、何も言ってないのに、大井さんの喋り方そのものだったんですよね。それでまたびっくりして、勝手に私はその大井さんと北さんを重ね合わせて、大井さんだみたいな感じで、すごく嬉しくて、感激でした。そのセリフを合わせるときってあれですよね。確か北さんがパソコンの向こうから来た。そうです。あれですよね。ちょっとね、ズームで参加をね、そうそうそう、
演出がね、やっぱりね、多分ね、北さん、オムさんのことね、知ってて黙ってるんじゃないですか。なんかそう。ストーキングはしますよね。はい、ストーキングね。お二人がどういう会社なのかなとか、お二人がどういう方なのかなとか、っていうのはかなり見ました。もう隅々まで見ましたね。なんかここが表現方法がおかしいところまで見てますね。やっぱり YouTube も見たしね。もうね、実際その大井さんという方はもう今ちょっとね、また新しい世界に行かれて楽しんでるんですけど、向こうの世界から多分まこちゃんって私の役をね、キサさん探したから頼むわよっていう、来たんでしょ、まこの方に電話来たんでしょ。そうですね、そうなんですよ。もう北さんにお願いしてるからねって、はい。なんか本当に一つの映画のコマではなくて、役者さんではなくて、根本真子にとって最も重要な人物なので、これはね、今からもずっとそうです。もう訂正聞かないじゃんって感じ。え、訂正も聞かなくなっちゃった。重要なんですけど、すごく、まあ僕もね、大江さんは大好きなんですけど、楽しいんですよ、とにかく。だから北さんの方が私とか根本真子を見て、まあ落ち着くとかいう感じがあれば、多分向こうの世界から多分ね、来たんですよね。実際の現場なんですけど、まあ、今までそういう何回かあると思うんですけど、まあ、イメージしていたのと実際入ってきた時の現場のイメージどうでした？まあ、なんかね、その機材的なことはね、やっぱりね、それもしょうがないのかなっていう部分で、あともスタッフとかさんとかは、まあ、同じぐらいやっぱ人数。でもまあ、もっと多分、本当テレビとかもっと多いかなっていう感じだったんで、結構ね、少ない、ちょっと少なめな中で、まあすごい、なんかすごいな。このスタッフさんの数で、いろいろ、なんかね、お店手配されたりとか、やっぱりね、それぞれ皆さん何かされてる中でってなると、まあ、ちょっといろいろ考え、大変だったろう、大変だなっていうのは、思いました。そのやりやすさとかっていうレベルに私はまだ行ってないので、あ、なるほど。現場を、ね、作り上げるっていうのが大変だよなっていうのが、思いましたね。あ、なるほど。なんか北さんにご迷惑かけるような方いなかったですか？ガツガツしてたとか、なんかいじめてきたとか。そんな呼び出されて、ね、してないから。あ、それはなかったんですね。なかった。そうそう、スタッフの方もね、本当3名ぐらいいたんですけど、スタッフの方はその日、まあ、働いていたんですけど、その日だけなので、全部私がやってたんで、確かにね、バテます。そうですよね。だからこそ、あんまり、なんか、早く、やっぱりね、ギュッてやんなきゃなっていう、なんか、やっぱりちょっと、失敗して何回もっていうのと、やっぱ迷惑かけちゃうからっていう思いでは、見ましたね。なんかね、僕の中では北さんは大井さんをすごく楽しんでいたように感じたんですよ。楽しかったですよ、本当に。なんか、ね、そう、楽しかったです、なんか。よかったです。雰囲気すごい良かったですよね。あ、雰囲気良かったですか。あ、それは良かった、嬉しかったです。その一言をずっと待ってました。遅くなってごめん。大井さんの役を通して何か学んだこととかありますか？大井さん、ね、結構中年までっていうか、そのスピリチュアル系を、まあ、宇宙を信じたり、スピリチュアルを信じたり、なんか、そういうのを、その、ある程度年齢重ねた方でも、なんか、純粋に信じられてる人いるんだなっていうのが、大体なんかもう揉まれちゃうと、もう諦めていくわけですよね。そういう何か形のないものを
信じる気持ちっていうのは、うん、なんかなってない、もう明確なものにやっぱりすがりたくなるし、なんかそういうものの方が、ね、返しが多いから、だからそんな中で大井さんってなんかすごく純粋なね、そういう人間っていうか方がまだこの世にいらしたんだなっていうのがすごいなって思いました。うん、何も汚れてないっていうのがすごいな、この俗まみれのね、世の中に。うん、それは本当に、なんかだんだん恥ずかしくなって、いいのかなと思って、すごい俗まみれで大丈夫かなって。もう、できたね。まこさんもあれでしたもんね、大井さんのイメージ、ドンキシャリでしたもんね。はい、ドンキシャリでした。はい。ねえ、あの、何歳の時に出会ったんでしたっけ、私ですか、うん、そう。ね、何歳だったっけ、20代、そうですね、20代は20代です。うん、はい、で実際にあの大井さんとは21歳年がね、うん、あの離れていたので、おう、はい、もうすごく本当に、なんていうのかな、年の離れた妹のように本当にあのすごく可愛がってくださって、うん、でもう、もういろんな人生のね、いろんなことをあの私に教えてくださった方で、うん、もう私が勝手にもう人生のメンターとしてあの、うん、くださってた方なんですよね。うん、うん、でね、実際北さんはもっともっとあの大井さんよりはちょっと実際の年齢がね、ちょっと若いんですけれども、うん、なんかね、なんかその、うんうん、すごくやっぱり雰囲気が似てたので、はい、よかった。うん、よかったです。あの北さんのところで普段の活動と PR をちょっとここであのお願いしたいと思います。普段はそうですね、ちょっとあのちょっと前まで、まあ、ちょっとアーカイブとかはないんですけど、あの、まあ、ちょっと自治体 の、 あのお祭りの方でちょっと劇を始めて、まあ、なんか、あとはこれからはなんか自分で見つけて、こういろんな映像とか舞台とか関わらずちょっとまあ俳優としてやっていきたいな、うん、でまあ並行してまあそういう俳優お勉強もしつつ、いろんな作品とか見たりして、うん、高めていって、まあ、表現者としてできたいなっていう、その中でなんかこうチャンスを伺ってっていう感じですね。はい、なるほどですね。何かこうなりたいっていう、まあ、目標というか、もう常にお持ちなんですか？目標はまあ俳優さんですね。表現者。なんかまあ俳優って言うとざっくりしてるけど、なんかこう、そのなんかこう俳優始めたのって、なんかこう自分がなんかこうちょっと演技とかしたらなんか面白くなってくれたんですよ、笑ってくれた人も結構多くて、なんか、まあ、自分ができることって、そのなんかすごい表現することで人を笑わせるっていうか喜ばせられるんだなと思ったら、なんかその自分が出たいっていうよりも喜んでほしいから表現をするみたいな、今そういう気持ちになってきてて、あ、それ良かったですね。ね、素敵ですね。だからそういう意味でこうなんか表現、なんか、うん、エンターテイナーみたいなね、っていうので、そっちを多くしていきたいなと思ってるんですよね。うん、なんかピエロが役者になるような感じでしたね。そうそう、だからもう本当の俳優のそもそものなんか元、なんか 大元っていうかね、うん、まあ、芸能って今ちょっとあれですけど、本当は商業大衆演技っていうか、うん、人のために、まあ、喜びっていうかね、そういう娯楽っていうか、なんかそういうものでありたいな、うんうんうん、自分はそういう方が合ってるかなっていうのが、うん、だんだんそういうなってきて、それを目指していきたいかなっていうところです。うん、まあ確かに僕もね、それは合っているというか、まあなんか楽しくできたような気がしたので、うん、笑っていただいて、
嬉しくなって、もっと笑ってこうとした時に自然となんかその演技がまあ出来上がったり成長していくという形で、なんか最初からそう感じてた。これすごくね素晴らしいと思います。楽しみですこれ。でもうね本当早速なんだっけもう続編続編を予定してるんで、まあこれ以上はちょっとラジオの中では、もう続編を作りたいなっていうのがあるんですね。いきなりちょっとラジオの皆様ってびっくりしたかもしれないんですけど、毎週毎週いろんな予想があって続編のどの字を今初めて話したんですけど、なんかそれをねちょっと言いたいぐらいにね、まあ この場で話すということは多分北さんも多分なんか何かでもたまた仕事行くはずなんです。その時なんていう名前にしようかな考えてもらってください。なんか、ね、開業みたいな作るか。開業、なるほど、開業。僕はそうですね、昨年亡くなった母の開業は実は私がつけたんですけど、そうなんですね、自分で作れるので、自分ですね。うん、なんかね、当てたい字とかね、そうそう笑ってたから笑う字とかね、それをお坊さん、有名な都内の、ね、お坊さんもって言ったら、これはどなたが考えたんですかって私が考えました。面白かったです。私が考えました。あ、そうだったんですかって言って。プロが考えた。あ、で、そうなんですよ。で、もちろん私が考えたんで、料金はね、ただなんですけど。そっか、あれだってね、長いとお金高いですもんね。そうですよ。簡単に、ほんと5万円もポンってきますからね。そうですよ。ね、お中元とかそういう時もね、お盆の時も長いとね、こうなんか、お金かかるんだよね。あ、そう、そう。選んでもらう。そう、そう。だからなんか、世界一長い開業とかなんか、あるのかな。出さなくていい。目指そうとしてる。そうだよ。もうお墓にもう全部もう全部全面に名前があるって。どこで終わるんかい。受験も受験もみたいな。受験も受験も受験もバラバラ。本庁なんとかうんちくなんとかトロトロである時こうなってそれがまた豚骨ラーメンとか言ってなるわけないよね。こういうの。ちょっとピカソ君みたいな、そういう。あ、そうそう。で、最後になんか稽古って言ってたからさ。星野稽古みたいな。お稽古でいいじゃん。そうですよね。でもね、良い旅立ちのためにね、長い。そうそうそう。なぜかね、この回は、開業が、開業の話になりましたね。本当ね、開業は、お坊さんにつけてもらってください。ラジオで聞いてらっしゃる方が、何この人と思うかもしれない。どうしてもなんか調べたい方はネットを調べるといろいろ出てきますか、うん、真実だとか言って。そうなんですよ。なんだけどなんか、北さんの場合は、なんかまた来週お茶しませんかってなんか言いたくなるような、本当に穏やかというか、うん、出しやすいというか。うん、行きましょう、また。ところで、北さんから、このラジオの中でなんですけど、根本真子の実際あった印象とか、私にあった実際の印象とか、何か聞きたいこととかあれば、おっしゃっていただきます。もう少し時間あったんで。聞きたいこと。そうですね。聞きたいことな。なんだろうな。まあ、元気で長生きしてほしいかな。ありがとうございました。やっぱり北さんですね、珍しい。ね。質問の内容が。ね、ほら、世の中ね、いろいろ今ね、戦争もしてるしね。うん、そうですね。でも安くなってきてるしね。そうそうそう。ちょっと元気でね、美味しいものを食べて、うん、欲しいですね。なんか親みたいですね。
やっとのこと言えないんですよね。あ、なんか根本真子から何かないですか、あの北さんに、あの今後のなんか、うん、こうありたい、まあ何でもいいです、 なければ、はい、いやもうなんかね、もう本当になんかせっかくこうやってね、うん、奇跡の出会いをさせていただいたのでなんかね、これからもなんかね、仲良くしてくれたら嬉しいなと思って、はい、嬉しいなと思って。あ、今 SNS やってらっしゃいますか、あのここに出しますか、なんかなくてすいません、ないんですけど、何もない、やってがあります。あ、あのインスタとか。インスタ、はい。インスタは、うん、小文字で。あ、大丈夫です。ここに出しますので。あ、小文字で、うん、MICCHONK、うん、みっちょん K。あ、みっちょん系です。みっちょん系。やりました。YouTube のことではね、QR も出しますので。そう、こちらにちょうどなりますので、あの皆さん。ラジオの方はみっちょん系でじゃあ検索。そうですね、みっちょん系。あ、北みちこさんだからみっちょん系なんですね。あ、なるほど。あ、なるほど、なるほど。最初の。そう、つけるの苦手なんですよ、名前の。うん。かわいいですね、みっちょん。そうですね。ぜひ皆さんね、北美智子さんのね SNS を見ていただいて、とにかくね、あの素敵は素敵なんですけど、あの愉快でね楽しい方なので、もうそれがね伝わってくる。うん。あ、もう9月10日まであとね、もうあと2ヶ月ぐらいなんですけど、今編集は、あのまあ、なんかフライヤーをちょっと知り合いに。配らせてもらいまして、はい、可愛、はい、いって言って、なんか保護猫とか保護猫を飼ってる人とかいるから喜ぶわって言って、はい、ました。うん、足りましたかフライヤーは？あと1万枚ぐらいあるので、皆さんように。はい、じゃあ近々、はい、そうですね。払いでお願いします。大丈夫。わかりました。本当ね、あの今日はありがとうございました。あの出会いは奇跡の肝心な役の大井さんの役と、はい、北美智子さんでしたので、なんかね、私がねすごくこの映画の中で、あの北さんとね、あの私役の美奈ちゃんが、あのすごいちょっと人生について語るシーンがあるんですけども、うん、そこすごく私の大好きなシーンでね、そこをなんか皆さんまた特になんか楽しみに見ていただけたらいいなと思います。はい。では本当ありがとうございました。はい。ありがとうございました。じゃあ北美智子さんでした。もう素敵な出会いをありがとうございます。はい。ありがとうございます。おお。すごい。ありがとうございました。ありがとうございます。この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光ひとつ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい
時涙の数を分け合ったね、希望に変えて二人で聞く雨音しずく一つ歩いて行こうよ、手をつなぎ虹の空に誓うよ、夢を抱きどんな時も信じてる。闇があるから星は輝くよ、雨が降るから虹が出るよ、どんな闇でも必ず明けるよ、希望と夢を信じていて